たくあん大根です。たくあんにすんの？そう、これは今から洗って干すの。洗って干すんだ。そう、たくあん大根っていう種類？そうそう、なんか普通の大根よりちょっと細めなんだね。そうそうそう、今年は天候が悪いから干すんだ。あ、そうなんだ。普通は天候持ってきておいて。これを何干すの？洗って干すの？干すの、洗って干すの。これシャワーにかけて。うん、じゃあこれを抜いていくのね。抜いていく。はい、頑張ってください。栃木県の郷土料理の気持ち、スパレンジで使うタイプなんです。育たないんだよ、これ今年。あ、そうなんだ、うん、お袋大根。そう、まだこれから育つんだけど、うん、あ、でも結構これから育つにして大きいんだね、うん、ほら首が細いから。えー、ほんとだ、首細くて。これお袋大根って言って、うん、郷土料理にはよく使って下疲れ用なんだ。そう、下疲れ。すごい、5種類、4種類ぐらいやってるのね。5種類あんだよ、大根だけど。5種類すごいよ。育つは大体これ冬ごもりは、うん、葉っぱの上に土をかけて、うん、抜かないでそのまま育つの。持ってる？持ってる。お、すごい力持ちだ。はい、はい、渡します。はい、これが、うん、京都の方で作ってる聖護院大根。聖護院大根。はい、千枚漬けなど。あ、千枚漬けのやつね。あとこれが青首大根。ここから首が青いから青首大根。青首大根。へえ。これは何？どういう用途なの？これは煮てもつけてもよろしいです。あ、そうなの。結構万能な。何でも多様化できる大根です。はい。これが。もみじ大根って言って赤い大根です、うん、中も赤紫です。酢漬けにすると美味しいです。すごいね、なんか色が着色したぐらい赤いんだね、うん、赤い、なんか自然に赤さが出てくる、あの酢でつけると。そうなんだ。赤い色自然色。これがカブです。カブ、はい、漬物です。え、すごいね、はい、小ぶり。あれ、なんか聖護院大根似てるけど、普通の株ね。普通のね、うん、小町株です。いろんな種類の大根作ってますね。大根あるんです、いろいろ。何すんのこれ？大根。大根洗うやつか。どっちもケタを積むの？オッケー。はい。こっちで仕上げしたのね。うん。ここで仕上げしたのに、もうこれすごいんだね。これ洗っていくのね。洗っていくんだ。冷たそうだね。冷たくない。
そう、うん、こうにして、うん、これがたくあんになってくるのね。ちょっと調べて、それ青首も入れちゃっていいの？いや、入れて青首もたくあんにな、しちゃうんですよ。でもそう、お尻なら大好きだから。別にたくあんのこれもあれおでんにしちゃっても問題ないでしょ。いや、たくあんはおでんにしたら苦っぽいんだよ。あ、そうなの。うん、苦味がある。すごいすごいよ。これから洗うの？これから洗うの？そう、この軍手をして本当にこれがガラガラしてるの、うん、たわしが、たわしとか使わないで済むんだ。そう、力をね、こすればこすれば本当だ、綺麗だ。綺麗だね。大丈夫ですか？冷たくないですか？冷たくないです。全然冷たくないです。丈夫な手ですね。親にもらった丈夫な手だから大丈夫。感謝してる。すごいね、これ青首大根と色の違いが。帰りましょうか。日本してから俺がやんけ。これだけしたら簡単にバトルタッチ。これ洗ったやつをよかすの。水が受けない。2つ束にして縛るの？2本。2本を束に縛るとまたがせるから。何またがせる？あー、そういうことね。間にパイプを通すんだ。そう。あ、そういうこと、うん、なるほどね。クリッとして、うん、
こうにして干してるんです。こうやって。こういうことね。ここ縛って、こうやってパイプ通して、ここで干してくんの。干してる。なるほどね。変わりますかじゃあ。アラーの。これがラストのやつ。腰が痛いですね。すごい量ですねこれは。少ないんだ。これでも少ないんだ。多いときはもっと干すの。干すよ。これ全部こうもこもこ。70本もある。大変だね。こんな洗って、干して、縛って干して、収穫までしてね。うん、これだけしかなんかちょっと、後々しを呼ぶしよ。違うのも混ざっていくけど、これを2週間ぐらい干すの。何本干してあるかな。20本しかない。いつもよりは20本は少ないです。はい、はい、ありがとうございます。皆さん YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いします。